11月の18日です。今日で3日目になる土の片付け、土を配り終わったら今度はこれをハンマーで砕きます。今後期栽培のための準備作業、藁を 100% 田んぼに戻すという作業をやっています。浅場の機械です。とても具合がいいです。棚倉ミネラル200キロ棚倉の上に乗せて、今それを攪拌しているところです。今日は風があるので小糠が舞い上がってちょっとやりづらいです。
12月15日です。おとつい降った雨の水が元気よく入っています。やっぱし自然の力はすごいですね。水路の絞れ水だけでこれだけの水が流れてきます。ほぼ満水に近くなりました。水深これで15センチはあるでしょう。もう 4,5 センチ溜めます。このパイプの頂点が満水の予定水位です。これ以上の水はここから全て排出します。見事に溜まりました。あとはこれを来春まで維持、この水位を維持することです。果たして真冬に水が凍った時にどうなるでしょうか。楽しみです。